空港コードは SNN。アイルランド西部の玄関口であり、大西洋西岸に近い立地である。アイルランド東東岸の首都ダブリンとは約 190km の距離がある。アイルランドで3番目に利用者の多い空港で、島内では5番目に利用者の多い空港となっている。航空機の航続距離が短かった1930年代、大西洋横断航空路が、 飛行艇によって開拓され、航続距離の制限から、当初は中継拠点として、シャノン近傍の港町、フォインズを水上飛行場とした。しかし、陸上機の性能向上や、1936年のアイルランド国営航空会社、エアリンガス設立とも、相まって、長距離路線向けの本格的な陸上空港の整備が求められ、 大西洋横断空路の中継点としての機能を重視して1937年から島内西部に位置するシャノンに空港建設を開始1940年に開港した第二次世界大戦後のレシプロ旅客機時代末期の1940年代からジェット旅客機時代初期の1960年代中頃の旅客機の航続距離が限られた時代には ヨーロッパとアメリカ大陸を結ぶ大西洋路線の給油地となっていた。3199メートルというアイルランドで最長の滑走路を持っている。現在でもアメリカからイラク等の中東地域へ展開するアメリカ軍の補給基地となっており、イラク戦争の時にはアイルランド国民の中からアメリカ軍の同空港の使用に反対する運動が起きた。 ヨーロッパからシャノンで乗り継いでアメリカ合衆国に向かう場合、シャノンでアメリカの入国審査を受ける。この方法でブリティッシュエアウェイズの001便はロンドンシティ空港からニューヨーク JFK 空港へ就航している。これはカナダの空港と同じシステムである。1930年代後半、大西洋横断飛行は飛行艇に支配され、飛行艇ターミナルは シャノン河口の南側のフォインにあった。しかし、技術が発達するにゆえ永続的な滑走路と空港が必要になることが分かった。1936年にアイルランド政府は国の最初の大西洋横断空港のためにリネアンナに3.1平方キロメートルの敷地を開発することを確認した。空港が建設される予定だった土地は湿気があり、 1936年10月8日に着工した。1939年7月、ブリュッセル空港からクロイドン空港経由でサベナベルギー航空のサボヤマルケッティエス73がリネアンナ飛行場に着陸した最初の民間飛行だった。1942年までに空港が設立されシャノン空港と命名された。1945年までに シャノンの既存の滑走路が拡張され、大西洋横断飛行が可能になった。第二次世界大戦後、ヨーロッパと北アメリカの戦後の民間航空会社によって使用される準備ができていた。1945年9月16日、最初の大西洋横断実証飛行である、パンアメリカン航空の DC-4 が、ガンダーからシャノンに着陸した。 同年10月24日、最初の定期便である、アメリカ海外航空の DC-4 の、機関ニューイングランドが、ニューヨークガンダー・シャノン・ロンドン路線で東空港に、着陸した。アイロフロートソビエト航空1961年9月10日に、大統領航空のダグラス DC-6 が、ガンダーに向けて出発し、その後シャノン側に墜落し、83人が死亡した。 シャノンがヨーロッパとアメリカ大陸間のゲートウェイとしてよく知られるようになり、国際的な航空会社の数はその後の数年で急激に増加した。航空機の航続距離が限られているため、多くの路線で給油停止する必要があった。シャノンは大西洋を横断する前後の最も便利な中期点となった。さらに冷戦中、シャノンは 大西洋のヨーロッパ側で最も西側にある、日向空港だったため、ソビエト連邦からの大西洋横断の多くの便が、燃料補給のために東空港を利用した。ライアンウェアは、2008年に、シャノン空港路線を増加させた。2007年、シャノンは320万人の旅客数を記録した。しかし、2008年のダブリン空港,港との意見の、不一致の後、 ライアンエアは拠点となる航空機の数が4機から1機に減少し150名の失業者が現れると発表した。路線の75%削減されライアンエアの32路線は8路線までに減少した。シティジェットはエアリンガスがロンドン便を廃止した2008年にパリシャルルド・ゴール空港への日に便の運航を開始した。同社はシャノンに アブロ RJ85 を拠点としていた。ロンドンシティ空港への運航など、より多くの路線が検討されていたが、エアリンガスがロンドン便を復活させた後、シティジェットは2009年10月にシャノンを後にした。2012年12月、シャノン空港がダブリン空港と航空空港を所有しているダブリン空港公団から脱退すると発表された。 2012年12月31日午後11時59分にシャノン空港は公営商業空港になり、現在はシャノン空港公団により運営されている。また、5年以内に年間旅客数を250万人まで増やす目標を発表したが、2017年に174万人と目標値を下回っている。2013年3月、シャノン空港公団は、 ニール・パキーを最初の最高経営責任者に任命した。2013年6月の航空交通量は3年間で初めて増加が記録された前年比8%の増加を報告している。2013年3月21日、ライアンエアーはスペインのアリカンテ係の路線を週2便で6月5日に運航を開始することを発表した。これにより、 シャノンの合計33都市の夏の季節、限定運行の予定路線がもたらされた。2013年8月、エアリンガスは、毎週土曜日に、スペインのカナリア諸島のランサローテ島への路線を、エアバス A320 で運行することを発表した。2013年10月、ユナイテッド航空は2014年のシャノンシカゴ線で、 定員数を88%増やすことを確認した。2013年後半にエアリンガスはスペインのマラガとイギリスのブリストルへの路線を発表した。ライアンエアはシャノンからヨーロッパ大陸への新たな8つの路線も発表した。2014年4月の運行が開始され、2期目のボーイング737から800はシャノンに拠点を置き、 年間30万人の乗客の利用を目的とした。発表された、就航地は、ベルリン、パリ、メミンゲン、ワルシャワ、クラクフ、ミース、ファロ、フエルテベントゥラ島である。2014年7月4日、アイルランド銀行ランウェイナイトランでは、シャノンの滑走路沿いに千2 0 0人が、チャリティ募金のために走った。エアリンガスリージョナルを運行しているストバートエアは、 2014年後半に、シャノンの拠点を2015年初頭に閉鎖すると発表したが、同年6月に戻り、週6便のバーミンガム線と、週6便のエディンバラ線を運行した。2015年後半に、シャノンク港高団の新しい CEO、マシュー・トーマスを任命した。ライアンエアーは、2016年後半にパリとメミンゲンの路線を終了することを発表し、 マンチェスターとロンドン路線も減便した。2016年10月、スカンジナビア航空は2017年8月1日から10月7日まで、ストックホルムへ4月から10月にかけてフランクフルトへの運行を発表した。同日、エアカナダは、ボーイング7 3 7ックスでトロントへの週4便の運行を発表した。2018年2月、ライアンエアーは、 ブリストルとリバプールへの路線を5月から再開すると発表した。同年後半に同社はイビサへの週2便とイーストミッドランズへの路線の再開を発表した。ブリストル線、イビサ線、イーストミッドランズ線はイギリスの欧州連合離脱とボーイング7 3 7ックスにおける飛行トラブルにより2020年初頭にすべて中止された。また、 前述の理由により、ボーイング 737MAX の中期のため、エアカナダとノルウェー航空は、シャノン線を一時停止した。これにより、乗客数は12万人減少した。2019年10月23日、ラウダ航空は、ウィーンの基地から、毎週水曜日と土曜日に、シャノンへの週2便の路線を開始すると発表した。2019年11月6日、 エアリンガスは季節限定でシャノンからパリとバルセロナへの新たな路線を運行すると発表した。空港は2018年に186万4762人の利用者を記録しダーから独立して以来の最大の利用客数である。1969年に新しい政府機関のエアリアンタがシャノン空港の責任を負うことが発表された。 空港の乗客数はその年に46万人に達した。乗客の増加とボーイング747の導入に伴い、新たに大型なターミナルビルが必要になると判断された。ボーイング747の最初の運航は1971年4月に行われ、新しいターミナルは同年5月に正式に開業した。 1990年代にアメリカ合衆国との航空協定が再交渉され、シャノン空港でのストップオーバーに必要な飛行機の数が減少した。しかし、1996年にコンチネンタル航空がシャノンとダブリンからニューアークへ飛行するようになった。アイロフロートソビエト航空はシャノンを経由し、年間25万人の乗客を運んでいたため、 1990年代初頭のソビエト連邦崩壊は東空港にとって大きな損失だった。シャノン空港はアイルランド経済の成功、北アイルランド問題の改善、アメリカ人観光客の流入とともに1990年代後半に再び良好となった。同年代の終わりまでにシャノン空港の旅客数は220万人になり、2000年には 4000万ポンドのターミナル拡張が新たに開設された。シャノンはケルトの虎ト時代にも拡大を続け、アメリカとカナダに多くの路線を運行した。1945年のアメリカ合衆国との最初の航空契約は、シャノンへのフライトのみを許可し、アイルランドの航空会社にのみ、ボストン、シカゴ、ニューヨークへの運行を許可した。1971年、 アメリカ民間航空委員会は、同国の航空機が、ダブリン空港への着陸を許可されない限り、エアリンガスのニューヨークへの着陸を禁止することを、提案したと発表した。結局、アメリカの航空会社のトランスワールド航空が、シャノン経由で、ダブリン空港へ向かうことを許可する合意に達した。1990年に、米愛の航空協定が変更され、 アイルランドの航空会社がロサンゼルスへの路線を運行し、アメリカの航空会社がシャノン経由でダブリンへ向かう新たな航空会社による路線が追加された。1993年の改正により航空会社はダブリンに直接大西洋横断路線を運行できるようになったが、フライトの50%はシャノンで発着するか経由する必要があった。 2005年移行期間に関して合意に達した。2006年11月から2008年4月までの合意により貨物路線に対する制限は徐々に解消された。旅客路線では途中後期の要件が緩和されアイルランドの航空会社がさらにアメリカの3都市に就航できるようになった。さらにこの期間の終わりには一方の国の空港から 他方の国の空港までの定期運航には制限が課されないことが合意された。2007年、欧州連合とアメリカはオープンスカイの航空政策について合意に達したことを発表した。この合意は2008年3月30日から発行し、シャノンストップオーバーは完全に廃止されたが、2005年の合意に基づいて行われたものである。 軍事ストップオーバーシャノン空港には外国軍の使用歴があり、近年はアメリカ軍の軍事ストップオーバーとして使用されている。しかし、1990年代までソビエト連邦軍は空港を頻繁に利用していた。アイルランドは伝統的に軍事中立政策を持っていたため、北、大西洋条約機構には加盟していなかった。武器、弾薬、 爆発物を搭載しないなどの制限があり、軍事訓練や作戦の一部を構成しない制限もあった。シャノンは冷戦中及び第一次湾岸戦争中に軍事輸送が見られた。2011年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の余波でアイルランド政府はアメリカ合衆国連邦政府にシャノンの使用を申し出た。2003年に アメリカがイラクを侵略した時に政府は以前としてアメリカ軍による空港の使用を許可していた。これについて多くの論争を引き起こし抗議の対象となり高等裁判所に提起された。2008年11月の時点でイラク戦争の改正以来約120万人の兵士がシャノンを通過している。2012年から2013年にかけてオムニエアインターナショナルが 軍事飛行契約を結んでいる。2005年12月6日、英国放送協会の番組のニュースナイトは、シャノン空港が、米国中央情報局のフライトで少なくとも33回、使用されたと主張し、型破りな引き渡しと呼ばれる、アメリカの政策の一部と考えられていた。ニューヨークタイムズは、シャノンではなく、アイルランドについて言及しているものの、 数は33であると報告し、アムネスティインターナショナルはフライト数を50と主張している。ケースメント飛行場でも同様の主張が見られた。アメリカ合衆国とアイルランドはこれらの主張を否定している。2020年まではロンドンシティ空港とニューヨークのジョン f ・ f ケネディ国際空港を結ぶブリティッシュエアウェイズのビジネスクラス限定の西域便は ロンドンドックランズ地区にあるロンドンシティ空港の短い滑走路から離陸できるようにシャノンで燃料を補給するために停止していた。これにより乗客はニューヨークではなくシャノンでアメリカ合衆国の税関と入国審査を受けることができた。ただしシャノンからの乗客は乗り込めないことになっていた。 2009年に導入された1日2便は、エアバス A318 型機で運行されていた。2017年には、運行が半減し、2020年には、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で運行が停止する中、再開されないことが発表された。現在の空港ターミナルビルは、2000年3月27日に、 当時のメアリー・オルーク運輸大臣によって開設された。この施設には40の搭乗手続きデスク、5つの手荷物引き渡し用の回転式コンベア14の搭乗口があり、航空機の駐機場は20近くある。駐車場には短期用と長期用の両方がある。事前入国審査1986年に、 アメリカ合衆国への事前入国審査を受ける施設がシャノン空港に開設され、アメリカ到着時に入国審査を受ける必要がなくなった。2008年11月、税関と検疫所が追加され、ヨーロッパで最初にこの施設を運営する空港となり、到着時にはアメリカ国内線の乗客として扱われるため、国内線ターミナルに到着することが可能になった。 これらの施設を設置するためにターミナルビルへの2階建て7000平方メートルの拡張が建設された2009年8月5日の朝に運営開始となった2020年現在シャノン空港のアメリカ合衆国への事前入国審査はヨーロッパにある2つの空港の1つでありもう1つは同じくアイルランドでアメリカ便を運航しているダブリン空港にあるまた シャノン空港はヨーロッパで最初かつ唯一の民間航空機への事前入国審査を提供する空港でもある。以下の航空会社がシャノンへの定期便とチャーター便を運航している。貨物便国道 N28 号シャノン空港出口付近シャノン空港は国道 N18 号高速道 M18 号に接続する国道 N19 号の末端にあり、 欧州自動車道路の e 20号線の生誕でもある。国道 N19 号線の二重車線は2004年に完成し、シャノンの街を迂回している。また、エニスへのインターチェンジと二重車線が2007年に国道 N18 号に完成した。空港に停車するバスエールン番線は以下の通り。レンタカーはターミナルビルの到着ロビーで利用でき。 5つのレンタカー会社が営業している。エールバスなどのバス事業者から貸し切りバスやバスもレンタルできる。シャノン空港内の短期及び長期駐車場は5000台以上収容できる駐車スペースがある。長年空港への鉄道路線が提案されてきたが具体化されたものはない。最寄りの主要駅への接続にはバスまたはタクシーが必要である。 アイルランド国鉄のシックスマイルブリッジ駅が空港に最も近い駅である。ありがとうございます。